明恵さん、芸能界デビューして何か質問されて頭の中も白になってパニックってことありますか？またもしあればどのように対処してましたか？ナイス。はい。質問されて頭真っ白になったこと。あ、昨日のオリンピックのテレ東の中継で、卓球の中継で、日本代表の試合が終わって、竹崎アナから、竹井さんいかがですかって聞かれて、そうですねって言って、残念ながら負けてしまいましたけどっていう、ただ、なんだろう、張本選手が本当に、試合、なんでしょう、気迫のこもったプレーで、絶対絶命のところから3ゲーム取り返しての試合とか、本当にいつか打倒中国っていうものが見えるんじゃないかと思えるような、そんなプレーが心残りましたね、みたいなこと言ったら、その後、小泉孝太郎さんがもう一回、武井さん、印象に残った試合は何でしたかって聞かれて、はぁ、と思って、今全部喋ったと思って、で、他の試合は全部負けちゃってたから、やめてほしいよと思って、でもまあ負けた試合でも、水谷くんと、ティモボール選手のベテラン対決は本当にこれまでの卓球人生をぶつけているように戦ってましたねみたいなこと言おうと思ったら、もうインタビューの準備ができてます、締めてくださいみたいなカンペが出て、はぁと思って一言ぐらいそうですねって言ったら、もう締めてくださいって出て、おーわーってなって、ちょっと真っ白になって、はい、何にも言えず終わりましたね。はい、真っ白でした。そこは板挟みになって死にかけました。はい。残念です。今日は女子の卓球団体にインタビューしてきたんで、それは本当にすごいいいインタビューができたと思って、皆さんの素敵な言葉が、取れたと思って、今日でチャラにしました。ありがとうございます。勝ちたかったら登録しとけ。